きな雲だな。あの向こうにラピュタがあるのか。どっかに熊でもいないかな。まだか。どこだろう。でもこの間は暖かかったからね。熊でももう川の向こうや崖の向こうだったら安心だよね。そんな急にはまああんまり油断してるともう目の前に来てるかもしんないけどな。まあ、秋葉山で熊で会った時さ、うん、まあ、あっちゃん車から降りて追いかけてったからねバカだよね。懐中電灯懐中電灯持って草むら入ってってよ真夏にで、なんか別に国分だから大丈夫だよとか言うから。国分の近くにはね親分がいる、ね、うん、あんまなめてない方がいいと思う。あと小熊では凶暴だと思う。小熊つっても1メーター近く70センチとか80センチ小熊じゃねえわそれ、うん、絶対なめてるよ襲われたらどうなるかって考えてない。いや親熊はもう1メーター70センチとかでっか2メーター近く。ただ熊の場合身長っていうか横幅が違う。まあここの幅がね腕とかすげえよ腰ぐらいあるからね